名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの10回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のドラゴンズどのあたりに注目されてますか？もちろん先発投手ですよね。はい、ピンチの場面でもこう堂々としてますから、見てても頼もしいですよ。今日も期待したいですね。そのあたりも注目ですね。まずはドラゴンズの先発又吉が名古屋ドームのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか？小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう？そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。打ちました、流しました。これはどうだ？三遊間抜ける。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている糸川。昨日は見事なバッティングでチームに貢献しています。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーは又吉、そしてキャッチャーは加藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ファウルになります。打ちました、またファウル。まあ、キャッチャースローイングがうまいので。見逃し三振、ワンアウトです。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。さあドラゴンズ先制のピンチを迎えています。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。なるほど、そうですね。まあそしてこのバッターはどのコースにも対応してくるので慎重に攻めたいですね。初球打ち、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った、ホームに送球、セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット、1対0。序盤から試合が動いていきます。小宮山さん、先制点を奪われてしまいましたがいかがでしょう？まあ、注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。打順は4番大山。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安。引っ張った、さあどうだ、三塁線落ちてフェア、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、三塁へ送球する、バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズピンチになりました。ワンアウトランナー三塁二塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。うん、そうですよね。まあ、そしてこのバッターの一発にはしっかり警戒した方がいいですね。最初から丁寧に攻めていきます。インコーススライダー決まります。ストライクを先行させていきます。追い込みました、打ちました、京谷一塁へ送ります。ツーアウトになりました。タイガース1点追加します。アウトの間に得点、2対0になりました。ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックスは6番梅野。ドラゴンズこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。初球はストライク、ストレートが決まっています。ファウルになります。バッターの梅野今シーズンの得点、空振り、ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたがここで食い止めました。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2対0タイガース先制です。変わりまして守ります。1回の裏これからドラゴンズの攻撃が始まります。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の西。さあドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは平田。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。
さあまず1球目ファウルになります。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている京谷。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。ヒットでランナーを1塁に置いています。最近4連敗とこのところ勝ち星から遠ざかっているドラゴンズですが、まずはこの不振からどうやって抜け出すか。インサイド落ちました。これはどうか。2塁を送ります。セカンドフォースアウト。ワンアウトランナー1塁となりました。さあランナーを1塁に置いています。バッターボックスには大島、そして塁上には京谷。まあここは盗塁でもいいですよ。どう動いてくるでしょうか。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。初球ボール。西さん、盗塁のタイミングというのも難しいですよね。そうですね。状況を考えなきゃいけないということと、そして自分のスタートのタイミングというのも考えなければいけないですよね。さあそんな中きっちり走ってくるんでしょうか。打ちました。2塁へ。2塁アウト。ツーアウトランナー1塁と変わります。バッターボックスは4番ビセット。昨日のゲームは打点を挙げています。ゲッツー崩れでランナー残りました。ファウルになります。ここもファウルです。変化球を待っていたかもしれませんね。なるほど。さあ何を選択してくるか。さあ勝負してくるのか。振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1回終わって2対0タイガースがリードしています。両場内チケット売り場におきまして公式戦前売り販売を行います。皆様2回に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃。マルテ打席に入ります。昨日のゲームでチームに貢献する活躍を見せました。さてドラゴンズの先発は又吉。ここまで22試合に登板して0勝1敗という成績。アウト。ワンアウト。バッターは注目のルーキー日向又吉。まずは先頭バッターを打ち取っています。すごい勢いでバットを振ってきます。これはどうだ。一二塁間を破る。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁には追加点のランナー、そしてバッターはピッチャーの西。まあ盗塁も考えられますから警戒はした方がいいでしょうね。バントしました。ファーストが取る。一塁へ。アウト。ツーアウト。送ってきました。送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁。打順は1番に帰ります。バッター近澤。ドラゴンズツーアウトながら送りバントで進塁を許しています。さあ点差は離されたくないこの場面。もう一球アウトローへ。これも見送りました。難しい。追っつけて打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。これはどうだ。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。3対0ドラゴンズ。もうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね。こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターボックスは2番糸川。ドラゴンズこの回追加点を許しています。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。ランナーの進塁を許しませんでした。見事な送球でしたね。しかしこの回タイガース1点を追加しています。3対0タイガースのリード広がっています。2
2回裏に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターは5番阿部。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。ドラゴンズビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。ファウルになります。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。これもファウル。バッターワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー一塁です。打席には6番バッター高橋、ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、打った、これは一二塁間を破る。これで5試合連続安打、ノーアウトランナー二塁一塁。さあドラゴンズ点検にランナーを置いています。早めに返していけると試合運びに余裕が出てきますから、ここは点を結びつけておきたいですね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスにはアルマンド入っています。内から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。なかなかバッターに狙い球を絞らせません。さあ追い込まれてどう狙っていくでしょうか。まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。なるほど、そうですか。またファウル。ここもファウルです。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。よく粘りはしたんですけどね。ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、非常に面白いと思いますよ。その期待に応えてほしい加藤がバッターボックスです。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。まずは見送ります。ワンボール。バッターボックスの加藤、今シーズン得点圏での打率は2割5となっています。まあそこそこの数字だと思いますね。ここもやってくれそうな予感がしますね。はい、期待しましょう。いい落ち方だったんですがバッターよく見ています。これでフルカウント。インサイド打ち上げました。センターに打球伸びる。ここはフライになっています。ここはセンターが抑えています。2アウトです。2アウトランナー2塁1塁と変わっています。先発の又吉がバッターボックスに入ります。まあここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。これが1球目、際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。次が2球目、落としてきましたがこれは外れます。ファウルになります。これもファウル。引っ張った。この打球はフライになっています。福留が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2回の裏3対0タイガースがリードしています。立ち上がりに攻められてしまいましたがいかがですか。いやもうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。引っ張った、ファーストの横抜けました。これで8試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。
小宮山さん、ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じてますかね。そうですね、球数自体は多くないとは思うんですけど、まあ、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。バッターライトライナー掴んでまずワンアウトです。ワンアウトラ